どうもー、こんにちは、正吉です。はい。哲学する f p s 男、正吉でございます。<laughs> えっ、ー、とですね。まあ、な今日の,の、今日のね、今日もなかなかいいよ、もうこれ多分今回は、超、皆さんもう試した方がいいんじゃないですかっていうですね。あ ちょっと音量がですね。皆さんも試した方がいいんじゃないかというですね、はい、ことを今日お話しします。これは、FPS 一切関係ないかもしれないです。<laughs> まあ、もうそろそろ皆さんも慣れてきたと思うんですけれども、はい。今日の良い、まあ、僕がいいっていうだけで、いい話かどうかは皆さんが <laughs> 決めるんですけどね、僕はいいと思って話しております。はい。 今日はこのモヒカンのおっさんの、えー、アバターを借りてですねちょっとお話ししていきたいと思います、まあ、このモヒカンのおっさんじゃなくてもいいんですけどね、はい、あのですね小吉はですねとにかく最近ですね、えー、あの部屋が散らかってきましたね <laughs> はいあまあ仕事が忙しいのもあるんですけれどもねそういうので、ね、どうしてもね えー、40歳 ×1 独身の男なんで、まあ想像してもらったら分かりますよね。まあ、FPS とかね、こういうの、えー、放送を上げる方にですね、ちょっと偏りすぎましてね、ちょっとお部屋が散らかってる状態でございます。でですね、まあ、これではいかんと、はいこれではいかんということでですね、えー、いろいろお風呂にでもね、ちょっと疲れながらいろいろ試行錯誤したんです、考えたんです、正吉。 えー、小吉町おっさんはね、じゃあどうしたらいいかっていうことで考えました。すいません、f p s とりあえず関係なくて。<laughs> すいません、これすいません、モーションとかないんかな <laughs> ああ、そうか、そういうのあるかもしれないな。今度探してみよう。えー、ですね、<laughs> 関係ないんです。思いつきました。掃除がめんどくさいんですよ、要はね。まあ、結婚してたときはね、奥さんが掃除とかしてくれたわけですよ。 まあどうもそういう習慣なんかない。まあだけどある一定以上になったら片付けるんですよ。あだからゴミ屋敷みたいな感じではないんですよ。あの、まあちょっと散らかってるな、みたいな。ちょっとなんか落ち着かないなぐらいの程度なんですけれども、まあこれじゃいかんと。うん。っていうことで,ですね。考えました。こうなったら、いろいろ考えたんですよ。あの、毎日何個ずつ捨てようとかね。そんなこと考えたんですけど。 正吉、適当人間にはそんなものは通用しないということが判明しまして、分かりました。こうすればいいんだと。嫌なものを趣味の領域まで高めてやると。<laughs> 分かります。中途半端にやるからできないんですよね。だったら、これはもう趣味だと,と。やるんだったら徹底的にやるんだと。っていう感じでですね。 え今日は朝からずっとお風呂場にこもりましてですね、あお風呂に入ってたとき思いついたんで、まあお風呂だったんですけど、とりあえずこの洗面器汚れとるんで、ピカピカにしてやろうってって、ずっとやりよったら、えーさえー、1時間、えー、1時間じゃないな、2時間ぐらい風呂でなんかタイルとか磨いてましたね <laughs>。そうですね。っていうことでですね、え何が言いたいかといえばですね、はいあの、やりたくない、どうしても。 あのもうでもそれでもやらなければならないこととかあるじゃないですか例えば仕事とか学校とかでもいいんかな、はいえー、そういうのをですねあのああ乗り気じゃねえなーっていう時はね思い切ってですね、えー、趣味の領域まで高めたらどうでしょうか <laughs> この FPS をやるぐらいの <laughs>、ね、もう課金してやるぜぐらいの, <laughs> あの趣味の領域まで高めたら今度は逆にちょっと。 当時ににりそうになってきました、ね、小吉 <laughs>、はい、お、お、面白いこのゲーム面白いぜってちょっとあの思ってきましたねそれではまあねゲームの方もやりながらねやっていきましょうあの中途半端なまあ正吉小少年じゃないこごめんなさい正吉おっさんはですねあの中途半端ができないんでしょうね多分 あのやるんだったらやる。やらんのだったらやらんみたいなね、えー。部下のこともあんまり言えませんね。変態部とか。おう、後ろ。あんまり変態部下のこともあんまり言えないかなって思いますね、最近、はい。俺もなかなか変態ですね。やっぱり。う <laughs> っしゃい。大体薬がないね。途中で買えんかったんかな、このゲーム。 これはもうずっとこのこんな感じで絶対死にますおおなんかラッキーすげえラッキーすげえラッキーおっ粘りましたねちゅう感じでですねもう嫌なこととかはね守備の領域まで高めたら嫌なことじゃなくなるじゃないですかなゅ <laughs> 中理論なんかって話なんですけどはい小吉はねもう それそれって、ああ、ごめん、ごめん、ごめん、それっていいんじゃないみたいな、誰かポスポスやりよるんやな、さっきから。お <laughs> っ、ちゅう感じでですね、はい。なんか、掃除用品とか、ちょっとこだわりの掃除用品が欲しくなって,きて <laughs>、えー、ちょっと、えー、休みの日にね、えー、装備用品、えー、掃除用品,用品をですね、課金しに行こうかと思って。<laughs> でホームセンターでちょっとね結局僕は思ったんですよた僕は FPS やっとってもよく言われるのがなんかあの勝ち負けもそうなんですけどあんまこだわってないっていうですね楽しければいいって感じなんで掃除もねいやどうせいやいややるぐらいだったら楽しくやっちまえとでねっていうのですね新たなねそういう方法をですねあの 発見しましした、ね。もう発見してる人はいいんですけど、もう発見してしまったんで、ちょっと喋らずにはおれんと爆弾を投げてきましたね。うん。もう絶対ダメだめだオッケー。なのでですね、えー、いいと思いますよ。そういう、なんですかね。 やってみちゃってはいかがでしょうかまあ掃除をしろって言うんじゃないですけど自分の嫌なものはあのああでもな嫌なもので何も別にやらなくてもいいようなことなら全然やらなくていいんですけど嫌なことでもやらなきゃいけないものってあるじゃないですか例えば勉強とかね、えーし まあこう見えてもね、小吉、学生の頃はね、勉強嫌いだったんですけど、大人になってからね、結構勉強が好きになってね、まあやってなかったからでしょうね。はい。本とかね、読んだりするのも結構好きですね。まあ、そういう感じですかね。なので,で、もう趣味の領域まで高めるっていうですね、嫌なことは。FPS とかでも多分使えるんじゃないですか。例えば、えー、エイム。 をあげようと思ったらよくあのエいムをあげようと思ったらよくボット打ちがいいっていうじゃないですかえコール・オブ・デューティーとかにねボットボット練習っていうのがあるんですよねあの仮想の人間がこう出てきてこうやってずっとひたすら無制限に時間を設定して打ちまくるっていうですねそれをや、えー、それがその機能があるがたあるためにコールを買うっていう人もいるぐらいらしいんですよどうもね あプレステとかですね。それでひたすらボット打ちしてエイムを鍛えるっていうね。でもそれって、あの、ちなみに僕もちょっとやったんですよ。あの面白いんですけど、あの、まあ、普通に戦う方がやっぱ絶対面白いんですよ。なので、ぼそういうのも本当にエイムを鍛えたい人はボット打ちが趣味みたいな感じするばいんで、ね。<laughs> 趣味ボット打ちって。えー、しゅそうですね。 そしたら、おのずとエイブがうまくなって、戦えるようになるみたいな感じになるんじゃないでしょうか。なんで、どうしても気が乗らないようなものでも、まあでもこれをやらないとうまくならないとか、これをしな,いしなければ生活に影響があるっていうものがもしあったらですね、それを、えー、趣味の領域まで高めてみるっていかがでしょうか。なので、この放送が終わった後ですね、えー、出勤時間があとね、 四時間、3時間かな時間ぐらいまで余ってるんで、この3時間ずっとひたすら掃除をしようと思います。<laughs> はい。ありがとうございました。小吉 TV でございます。